皆さん、こんにちは。ようこそアメリカ空軍太平洋音楽隊アジアパシフィックショーケースによるコンサートにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。そして立川一帯音楽祭りに参加させていただきますこと大変光栄に思います。本当にですね、いっぱいのお客様をお越しいただきまして、立川いっぱい音楽祭りといったところでございましょうか。ありがとうございます。さあ、このですね、実はこの私どものロックバンドパシフィックトレインズがですね、昨日も演奏させていただいたんですが、この音楽一体祭りは、立川市の街中、公園、レストランなどあちらこちらで、誰もが気軽にいろんな音楽やダンスを楽しめるイベントとなっております。気軽といえばですね、このパシフィックショーケースの演奏も全く気軽にお楽しみいただけるコンサートとなっております。どうぞジャズファンの方も、ジャズを聴くのが初めてというお客様もですね、手拍子、足拍子、それから口笛とかですね、指笛、そして拍手喝采で盛り上がっていただきたいと思います。予定通りプログラム通り演奏させていただきますかどうかは、皆様の盛り上がり以下となっておりますのでよろしくお願いいたします。申し訳ございましたが、私、進行を務めさせていただきますアメリカ空軍太平洋音楽隊アジアの地域交流を担当しております八木正人と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ご案内ですが、当音楽隊のコンサートでは写真やですね、ビデオ撮影は、OK でございます。どうぞ他のお客様の迷惑にならないようにじゃんじゃん撮っていただきたいと思います。また私どもですね、ステージの上から撮影させていただく場合がございますので、常に演奏中の皆様、笑顔を忘れないようにしていただきたいと思います。おっと、早速写真撮ります。日本違うドリスですかね、英語ではセルフィーって言うんですけども、写真を撮らせていただきまして、もし皆様ですね、この今撮った写真見たいお客様いらっしゃいましたら、当音楽隊の Facebook にぜひアクセスしてください。そして忘れずにいいねをクリックしていただきたいと思います。最近ですね、いいねの数伸び悩んでおります。陸軍の音楽隊に負けておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さてですね、オープニングはデューク・エリントン楽屋団より A 列車で行こう、そして2曲目はアメリカ空軍音楽隊のルーツとなります、グレン・ミラーの名作ムーンライト・セレナーデをお楽しみいただきました。さあ、次はですね、ジャズスタンダード Too Close for Comfort をお送りいたします。ワシントン DC にありますアメリカ空軍音楽隊のジャズアンサンブルエアマン・オブ・ノートのアレンジとなっております。音楽隊の歌姫レベッカの歌声でお楽しみをいただきます。そして2曲目もジャズスタンダード What a Difference a Day Made も、レベッカの歌声でお楽しみをいただきます。3曲目は、東京都在住のピアニスト、トニー・ドットさんの、トットさんの、ジョニー・トットさんですね、ごめんなさい、ジョニー・トットさんのオリジナル作品東京スタイルをお送りいたします。モダンジャズの現代の東京を表現されております。そしてなんと今日が、プレミア、ワールドプレミアになります。ジョニー・トットさんいらしていただいております。どうぞちょっと立っていただけますか。どうぞ皆様、ジョニー・トットさんです。大きな拍手を送ってください。さらにですね、今日の音楽会のためにアレンジいただきまして、来週ロサンゼルスのお家もお家もお家ということでお帰りになるそうなんですけども、今日は参加いただきました。どうぞですね、3曲続けてお楽しみください。